小槌チャンネルへいつも来てくれてありがとうございます。チャンネル登録してくれると嬉しいなと思っております。まあ鎌倉殿の13人やってますけども、うん、まあ今武士の話がやってるんですけど、うん、農民の話はあんまりやってないじゃないですか。でもまあ武士が農民のようなことをしてたみたいですね、うんうん、あのね鎌倉時代で一つ面白い話すると、まあ、この頃は人糞を肥料にするということがないようになってきたやん。そうですね。だけど人糞を肥料にして農業生産を高めたのは、これは世界中でっていうか、まあ、アジア圏でやな、うん、世界ではメソポタミアとか地中海方面では割と早うから人糞は肥料に使われたみたいやけども、うん、アジア圏では日本の鎌倉時代が最初なんや。あ、そうなんですね、うん、ほんでそれまではそういうのは使ってなかったけども、で結局人糞をそのまま肥料にしたらもちろん根腐れを起こしてる。そうですね。でこれをどないするか言ったら、結局発酵さすわけやな。なるほど。ちょっとまろやかにすると。うん。それから僕らが子供の頃は都会に近いとこでも畑屋がいっぱいあって、畑に野壺を言うて、知らん野壺。木の桶みたいな。いやいや、畑の真ん中に、うん、要するにちょっとした池みたいな、要するに亀を置いたり、それからもっと大掛かりには穴掘って、うん、そこへそういう飼料をみんな掘り込んどくと、うん、雨もそのまま露天やから入るやん、うん、ほんで薄まるやん、うん、ほんでそれに太陽が当たって熱が加わるから、うん、で自然発酵するわけやな。なんか昔の漫画とかに落ちてるシーンが結構ありました、うんうん。それから僕らの子供の頃でもね、うん、僕らの友達でも何人も落ちたやつ知ってるし、ね、遊んでてね、その畑とかの、野原でね、うん、ちょうどまだ植えてない時やらで、うん、それからまあかぶしたってもあらかぶしたあるぐらい、せいぜいね、そのままのこともあるやん。ちょっと待ってください、わらでかぶしてるということは見えない可能性もあるってことですか。そうそうそう、そやからね、走っててね、そこへ飛び込むちやつもおったわけ。でこれがね、みんなね、うん、その飛び込んでね、うん、のつぼに落ちたことのある子は長生きするって言われた、ね、うん、あ、運がつくみたいな。縁がつくっていうことだろうな。なるほど。まあそういう話もあるぐらいでね、うん、その代わり確かにね、あれに落ちたらね、もうくっそーってね。あ、でそれをその昔やった水道のとことか井戸のそばとか、うん、風呂場とかそういうとこ連れて行って、ええ、頭から水じゃじゃかけて洗うわけよな、ええ、洗っても取れへんっていうような。なんか違ってシャワーもなかったでしょ。そうそう、なんかホースでやるとかね、そういう考えるもそうです、ええ、だけどもそんなに珍しいことではなかった、のつぼに落ちるっていうことが。で、そうやな、僕らの子供の頃言っても実際には僕は小学校の、1年生が昭和26年や、ね、うん、だから昭和30年ぐらいまで、30年代の初めぐらいまではね、京都市内、僕は東寺院っていうところに住んでたから、今の西大寺白梅町の辺、ほんで西大寺通りっていうのはもうしょっちゅうその牛舎がね、その小枝炭を置いて、小枝桶やな、桶をまあ塔ぐらい積んで、うん、それを牛が引っ張る、トラックなんかあんまりないから、ええ、それから農家やからみんな牛買うてるから、うん、すくのにもトラクターと違って牛でするわけよ、土耕すよ、ええ、それからその牛に車引かして、うん、そこへ小枝炭を等ほど乗せて、うん、それで各家庭へ回ってくるわけや。なるほど。近くの農家がな、うん、で組ましてくださいと、もう契約して毎月お宅の家は1日に行きますとか8日に行きますとか決まってるわけや、うんうん、なるほど。でそれで来ると、それから今みたいに市が汲み取りに来るとかいう、まだ水洗でないとこなんかは、うん、バキュームカーでずっと吸い取るけども、うん、そんなもん農てそういう百姓が来るね。ほう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 。でその桶の中に野菜いっぱい自分のところで取った野菜入れてくるわけや、もちろん洗ってくるね、その桶はね、一応、うん、でその中に入れてあるわけ、うん、でその野菜をみんなお礼に、その声を組ましてもらったお礼にその野菜をその家へくれたわけ。大根やとか白菜やとか、仏能の容器みたいな感じですね。そうそうそう、うん、でそういう格好でみんな取りに来てたんや、うんうん、だからもう僕らのその子供の頃、昭和30年代頃は小学校自分はみんなそういう状況やから、
そやから子供がみんな体重沸かしてて、ああ、そうですね、 生野菜は食べないとかありますね、うん、そういう格好で、うん、やってたんやけども、だからその鎌倉時代に人糞が肥料になるようになってから、うん、江戸時代なんかにものすごく発展して、うんうん、だから人糞なんていうのは完全にそのお金に変わるやつやから。そうですね。なんかね、うん、その町人や農民や武士によって値段にランクがあったらしいです、うん。そうそうそう、食べるものが違うからね。うん、栄養価の高いもの食べてる人の人糞はそんだけ高いわ。うん、で長屋なんかもその家賃はもらわんかぎり、その人糞で家賃はもらわんことはないけども、例えばものすごく家族が多いちゅうと、うん、家賃安したりね。ああ、なるほどなるほど。でなんか脅しでうんちしないぞという脅しもあったとかね。そうそうそう、そやからもうこんな長屋におれるか、もうお前とこのとこの便所は使わんとかね。そういうことを家主に言うたりする、ね、嘘みたいな話ですよね。かね、そういうのがあるとかね、うん、いう格好で、うん、そやから花見なんかに行くと、花見のとこにみんな公衆便所の間やから、おうおう、百姓がみんなおけもそういうおけ持ってきて、でここでしてくださいって言うて。そうなの。あ、みんなそういうのがどこでも出てたよな。今じゃ考えられない。だけどもまあ言うたら、うん、移動トイレやんか。いやいや、だからちょっと離れた、まあ、そういうとこ、そうしたから ここの一角にそれがあるから、うん、たらまた正面するよりそこでする方がいいわけよ。あ、お持ち帰りしますと。そうそうそう、それはちょっと初めて聞きましたね。それからそういう状況、だから、うん、まあ江戸時代にはもうその農業生産を一生懸命やるから、うん、それだけで飽き足らずに金ピューでイワシとか、うん、そういうのを使ったり、うん、いろいろするけども、うん、基本的にはその声やな。そうですね、まあ、うん、金ピというか星かって言ってますね。星かね、落語でよく聞く、うん、これをもうその日本がね、うん、ほとんどその使わようになったのはマッカーサーが来た時に、向こうはね、なんで言ったら寄生虫を怖がるのは生野菜食べるでしょ。あ、日本はほとんど生野菜って食べなかったから。温野菜基本的に言いますね。温野菜でしょ、うん、それがマッカーサーやら生野菜食べるから、うん、ほんでその結局寄生虫がそのまままともに入るわけよな。そうですね。だからこんな汚いことしてる不潔な国はないと、うん、だからもうそういう人糞を肥料にするのをやめささないかんって言うて、うん、ものすごく怒ったっちゅうな、うんうん、ほんで日本の政府なんかはびっくりして、それで慌てて寄生虫予防会とかね、うん、そういう会作ったりしてね、うん、それからその化学肥料も使いましょうとかいう運動したりねして、でどん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 そういうなんで、今はあんまり使ってるとこないのちゃうかな。今鶏糞とか牛糞とかですよね、うん、だから人糞を昔みたいに下越えにしてちゃんとやってる真面目な農家っていうのは少ないと思うんですけどね、うん、なるほど、うん、ただね、人糞を肥料で使うことの最大のメリットはやっぱりね、うん、その下水対策ができるってことでしょう。そうそうそう、もうそれ自体でね、うんうん、だからそれによってそういう人糞とか外にまかれないから、うん、結局伝染病が減るんですよ。まあそれはそうやろね。だから異国からいろんな伝染病が来たじゃないですか、うんうん、その時に伝染病が来たのもそういう状況があったからという話です。あ、でそれによってその異国の人間は悪魔だということで上位運動が起こったというぐらいです。あ、面白いですね。だからまあそういう人糞の話ではいろいろな話あるけども、うん、今でも一生懸命使ってるとこはどこやって。どこですか。朝鮮、北朝鮮。なるほど。あ、日本の昔日本の統治下ってな、うん、北朝鮮は逆にその、うん、国民にみんなその人糞を集めるのを強制させてんの、一、うん、人なんぼっていうそのノルマがあって、それからノルマ達成できひんだら、うん、よその人糞分けてもうてでも収めないかんっていう、これが北朝鮮の国民の、うん、もう大変なとこらしいよ一つは。おう、ということは便秘の女性の方は大変だ。まあだからもっとこの頃はそれこそ僕らも YouTube とかそういうもんでいろいろ情報を見るからついでにね、うん、そしたら人糞で作るお酒っていうのがあって、トンスってやつですか。トンス、うん、これ韓国であんねんな。これあるんだかないんだかちょっと、ほんで実際にそれがあるんかどうかっていうのを、うん、その
韓国まで行って、うん、調査しに行った女の人の動画が上がってるわ。あ、そうなんですね。でこれが166万回とか。すごい回数じゃないですか。8年ぐらい前からね。うちの全再生の5倍ぐらいですね。でそれ見たら確かにね、うん、その、あの、それの、あの、昔からそれを研究してるっていう人のとこ行って、うん、そしたら、あの、子供の、あの、大便はね、うん、あの、あんまり匂わないでてね、臭くないね。で、それを使って、作ると。うん、なんかね、8歳ぐらいまでの子供、うん、なんか中国でも子供の小便を使った薬があるって聞いたことあります。ほんでもともとそういうものはみんなあの薬やと漢方薬やと、うん、でそれがあのだんだんそういう知識が、うん、あのみんなあの忘れられてるから、うん、ちゃんとそれをあの残さないかんって言うてそういう研究してる人があって、そこへその女の人が訪ねていってね、うん、そしたら実際に24時間ぐらいでできるらしい、発酵する、はい、発酵させるんだけど、ほうほう、でそれをそのあのできたやつを、うん、あの無理やり飲まされとったわな。その反応がやばいですね。でもう私お嫁に行けなくなるわとか言って、それでもあのあの結局は心理的なもんやっていうね、その愛って作ってる人は。だから匂うとか臭いとかいうのは、うん、他のお酒でも匂うでしょうと。あ、うん、だからそれがそれで作ったと思うから余計脳の中で、うん、それは人分の匂いやというふうにあの思ってしまうんや。なるほど。それ以前ですね、うん、あの美味しい鶏肉がありますね、うん、美味しいって言ってて食べてたんですよ、うん、ほんならある人がね、ほんならこれカエルですとって言った瞬間急に食欲が落ちたっていうのがありまして、うん、そんな感じですかね。だからあの脳ではそういうことはね、うん、起こるわけやからね、うん、あなたもそういうのが起こってるんやって言って、それでまああのまあ喜んでではないけども飲んでたわ、その人がね。なるほどなるほど。ほんであの帰りにそのお土産にねできたやつを瓶に詰めてもらってね、うん、お土産に もらってたけどね、うん、その途中でその結局やっぱり吐きそうになって、うん、その道端で吐いてる場面やら思ってた、あ、そうなんだ。だけどまあ実際にあのそれとそれはあの薬としてもあのこれがなんで韓国で昔あったかいっていうと、ええ、その昔はあのすぐ使用人殴ったりしてね、ええ、怪我がものすごく多かったと、ええ、そうするとそれを治療するのに、うん、普通に30日とか20日ぐらいかかるやつが、うん、それを塗ると大体10日ぐらいで治るんやと。そうする、うん、そうなんですか。でそやからそういうのに使われてたんで、うん、それが昔ほど障害そういう沙汰が少なかったから、うん、あんまり使われるようになっているとか。何それ。ね、あのそれ薬、こっちは薬じゃないですか。ああ忍者の武器とか人符を塗って怪我させるってあるんで、ああ毒にもなるんですね。ああ、どっちにもなるんだ。だからちゃんと発酵させて、うん、ちゃんと処理すれば薬になる。うん、薬はあの毒は基本的に薬やからね。うん、そうですね。まあそう考えてみるとね、あの人糞と経済科学の発展っていうのは結構面白いもんですね。うん、それで今ねあのよくね、うん、その市街地で市街地っていうのはあの田舎で、うん、あのそういうことをしたらそれは法律的に許されるのかどうか、ああどうなんですか、いう話があって、うん、そんなもん許されへんに決まってるやないかとか動画あの YouTube やらねあの反応でね、ってあんねんけども。基本的にその発酵処理してあるとか、うん、何らかの処理がされてたら、うん、あのそれは当然あの OK やと。要はですね、うん、目的を持ってやってればいいってことですよ、うん、それから、うん、あの 土をかぶしてたり、うん、それから乾燥させたり、うん、そういうものももちろん OK やと。あれと一緒ですよ、あの刃物を持ってたらいい方やけども、うん、理由がある刃物を持ってるのがいい方法ということです、うん、そういうことです。だから決してそういうようなもんは、うん、あのほんまの町の真ん中でそういうことすれば規制があるかもしれんけども、うん、田舎ではあの全然あのちゃんと環境省の省令で、うんうん、あのどういう場合が大丈夫っていうことは出てるんやな。なるほど、うん、まあやる人は注意してくださいと、うん、まあ、いるか知らんけど、うん、そう考えるとね、そういう鎌倉時代から人糞との関係は重要ですね。日本でこれで、うんうん、これでね日本はもう、うん、とにかく全部その下水流して、うん、それあの汚水処理 してるけども、うん、これは本当はその金銭的にはものすごい無駄なことをしてるっていうことよな。まあそうとも言いますがね、人糞との関係をうまくやることによって、うん、江戸時代なんかは、うん、その
農業の生産はトップクラスだったらしいです、うん、例えば前田100万石でいいじゃないですか、加賀100万石で言うんですけど、実際には 2,300 万石ぐらいあったのもその農業生産の影響があったみたいです。そうそう、その最初の頃は、うん、あのそういう農業生産力の低い状態で国高計算してたからね、うんうんうん、だからあんまり検知もしないんで、うん、100万石で5校5民やったら農民の取り分が250万石ぐらいになるという、うん、それで農民は儲けてたという話を聞きます、うん、まあこのように日本の技術はいろいろあるもんですけど、皆様はいかが思われますでしょうか。コメント欄にいろいろお書きください。鎌倉時代の知られざる話をしてみました。取り上げてほしいテーマがありましたらよろしくお願いします。いつも見てくれてありがとうございました。また会いましょう、うん、バイバイ、うん。